もう席も入れてくれなくていいです、樋口さんの子供が見たいだけですっていう熱烈なメールが来たんですね。そしてそれを真に受けたのが全ての悲劇の始まりだという。今回のゲストはイクメン小説家樋口武宏さん。弁護士の妻との波乱の結婚生活を語ります。六法全書だ。そして俺の言動全てが入ってるんですよ。それ紐付けられるのすごいですね。何年何月はい、手紙ちゃんゆるっとこの番組の YouTube 版もそうですね始まりましたけどね、引き続きよろしくお願いします。樋口さんと、まあ、なんだかんだ樋口さんといえば、やっぱの奥様の弁護士の宮下奥さん、はい、仲がいいのか悪いのか、ちょっと先ほどぼやき芸みたいなのありましたけど、本編でもちょこちょこそのご家庭の話されるときに、なんか急に強気な感じになったり弱気になったり、ゲストの樋口武宏さんは出版社勤務を経て2009年に小説家デビュー。現在は2児のパパとして育児をしながら執筆活動を頑張ってる人なんだにゃ。今回は弁護士で番組コメンテーターとしても活躍する妻三輪房子さんとの波乱の結婚生活を語るにゃ。いや仲はいいですよね、うん、どうなんですかね。もう本当に生殺与奪の剣を全部あっちがもう握ってますからね、なんとか手のひらに転がされてるだけです僕は。樋口さん一時期主婦をやってましたね、うん、あの夫の方として、はいはい、あの世界三大主婦って僕が自分で言ってるのは、はい、ジョン・レノン、村上春樹、樋口武宏スケールがでかすぎる。スケールでかい、とんでもない上二人なんですけど、ね、いやいやいや、まあでもね、出上ちゃん多分ねご存じないかもしれないですけど、はい、おっぱいが欲しいっていう ね育児日記、はいはい、あれ新潮でしたっけ。そうですそうです、週刊新潮で連載して連載してもらえて、で中身がそのさっきご本人からも聞きましたけど、はい、育児日記と思わせて中身はその妻への不満が、うん、公開、もうバリ雑言、はい、あれは大丈夫ですか。そこまでさらけ出して、あの、ね、奥さんのセフレが何人も登場してくるっていう。そうですそうです、あのね、でもねそれはねまだ付き合い始めの頃、セフレ以上恋人未満の時に、僕が、どっかの文芸誌に短編を書いたんですね、はい、それでその時にまあ、何人かの女性が出てきてっていう話のやつを書いたんです、それで頼んでもないのにそれを読んでたんですよ、はい、で読んでそれを別に怒ったりもしなかったので、はい、あ、この人は OK なんだなっていうふうに、何書いてもいいんだなっていうふうに僕は解釈して、はい、まあ、現在に至っているという解釈ですね。奥さんと趣味ってここら辺は合うんですか。映画とか音楽とか、ね、あ、まあまあそこそこ完全に一致っていうわけではないですけど、うんうん、ね、金井俊太郎はね、倉玉と4度目の結婚した決め手っていうのが、はい、倉玉んちの本棚を見たら、あ、自分家にあるのと同じような本が、うん、漫画とかがいろいろいくつもあったっていうところが、あ、趣味が合うんだなと思って、こんな人今までになかったっていうのがね大きかったって言ってますけど、僕もそうですね。俺は聞いたもなかったけど、今まで、うん、結婚の決め手って何だったんですか、宮さんとの。いや、あの付き合うきっかけ僕聞いたことありますし、何回も話されてましたけど、はい、ある時メールで樋口さんの子供が産みたいです、迷惑かけません、うん、もう籍も入れてくれなくていいです、 お金も出さなくていいです、樋口さんの子供が産みたいだけですっていう熱烈なメールが来たんですね、はい、そしてそれを真に受けたのが全ての悲劇の始まりだというそこから憔悴する日々が、金は今折半、家事育児は全て僕妻はね、自分が、房子はね、自分が買った洗濯機なので、このね 5,6 年洗濯機に触ってすらいないです。いやもうね、それだけお仕事もね、忙しいんだろうなとかも、もちろん思いますけど、弁護士だから弁も立ちますしね、もうそれは当然かなわない。女性の感性と弁護士の論理を同時に持ってくるんですよ、はい、で今まであれですよ、離婚みたいなことにはならないわけですね、やっぱなんだかんだ言いながら、ね、離婚っていうのを口走るのは彼女の方からですから、うん、今まででもね100回ぐらいは言われたと思いますよ、弁護士ですか。逆にその引き止め力強すぎですよ ね離婚に至ってないってことは。そうなんですやっぱり、いやもう、ね、仕方ないです、こっちはもう滝に打たれるかごとくですよ。ただ身をかがめるのみと、
そうですよ、タイは過ぎるの街、ね、ほら普通ねそうやってわーってこうやって言われたとしても、うん、あこれからあっちが仕事だとか、あとね妻はね週に最低でも2回ぐらいはね新幹線乗るんですよ、はいはい、あっちの大阪の仕事だとか名古屋の仕事だって、うん、あっちのね、コメンテーターをね、生放送のテレビのレギュラーとかあるんで、あそういう時はふーやれやれ嵐去ったと思うでしょ、その途中のタクシーの中、うん、新幹線の中でもメールがずっと来るの、あーあれはどういう意味なんだ、なんであんなことを言ったの、はいはい、そもそもあんたはね、はあ、あの時もそうだったって、えあれ覚えてるんだ、女性って、はい、大きい死後大きくしちゃいけないんですけど、はいはい、なんで事細かに、うん、あの些細なこっちが忘れてることとかも、はい、全部記憶のハードディスクの中入ってるんですか、わかる、うん、ここちゃんもそうですか、めちゃめちゃ覚えてますね、あれなんで、そうなんだ、だからなんかその時言えばいいの、その時ねね、わかんないですけど、うん、パートナーさんはどう思ってるかわかんないですけど、うん、その自分がした悪事も全部覚えてますよ、逆を言えば、別にわざわざ言わないだけで、まあまあまあ、すごいんですよ、房子の記憶量が、だから弁護士だから、はい、あの日本国憲法だ、六法全書だ、そして俺の言動すべてが入ってるんですよ、それ紐付けられるのすごいですね、何年何月の何日何時頃風呂上がりの時にあんたが言ったあの些細な一言っていうのが全部インプットされてるんですよ、これは第何条のっていうことになってくるわけです、ね、やばいですそれは、言ったでしょって、えああああああじゃないって言って、樋口さんのライフログが、あちょっとごめんなさい、今喋りながらね恐怖で今手震えてきた、本当冗談で聞いて震えてきた、ちょっといろいろ思い出して、でもやっぱそのこのね、家族の話をする樋口さんがもう楽しそうっていうのが答えですよ、うんまあ、ですよね、本当に生き生きとされて楽しく話さないと人様に聞いていただけないですからそんな幸せいっぱいの樋口さんだけど、ここからは執筆活動の原点となった出版社時代のエピソードを聞いちゃうにゃん。なんでコアファーに入ったんですか。あのね、うん、あれだったんですよ、僕はあの生まれも育ちもその雑司ヶ谷池袋で、はい、25までそこだったんですけど、うんうん、それで、ところが入れた大学っていうのはもう本当に四流以下のところ で、うん、で当時もう出版って入るにはもう本当に一流の大学と言われるところでいい成績でないと入れなくて、僕のようなそう平々凡々な人間はどこも入れなくて、とにかくこの出版業界に潜り込まなければいけないということで、雑司ヶ谷池袋から近い高田馬場で、でそこのコアマガジンで改名したばっかだったんですね。で履歴書を出して行ったら、あなんだ自分が読んでる、あの読んでたエロ本出版のところじゃないかっていうので、うん、まずそこからアルバイトとして潜り込む必要があったんですね。でも入ったら入ったで本当にね、もう異彩奇彩天才だらけの集まりなんですよ。僕も自分ではもう自分のこと変わってるみたいにちょっとは思っているところがあったんですけど、いや本当にね、会社入って30分で、あ自分ってなんて普通の平凡な人間なんだろう、これはって思い知らされました。これ本当デカミちゃんもあのルックバックインアンガーっていうね、はい、キムさんの、まあ、反自伝的小説ですよ、あれをね、まあ、もしよければ読んでほしい、あれ見て奥さん何も言わないですか、あの読んで大丈夫大丈夫、あそうもう本当懐ガバガバ器ガバガバ、お似合い、いやむちゃくちゃしてる、公序良俗に反すること、本当にコアマガジンって毎日違うんですよ日が、あのね、同じ日が2日とてなくて、あの本当に財産になりましたね、うん、実際直接の人に会ってね、うん、預金オンの編集長の山崎さんっていう人も、うん、もうテキストにもうすごいズブズブ洗脳されて、後編では樋口さんの人生を大きく変えた作品を紹介、要チェックだにゃー。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。